はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回からかな。またね、ちょっとカメラをですね、元のやつに戻して、元のね、2000円ぐらいのね、やつに戻しました。多分こっちの方がいいわ。今回飲むのは、ニッカハイボールのゴールデンパイナップルというやつですね。期間限定、アルコール度数7%、果汁が0.1%。これどこで買ったんだったっけ？コンビニかな？原材料はウイスキーとパイナップル果汁と糖類と酸味料と香料とカラメル色素。ですね。2015年の7月から10月までの、限定出荷。ゴールデンパイナップル。ハイボールにパイナップル味を加えた。なかなか、面白い試みです。まあ、あれでしょうね。ハイボールって、ちょっと甘さがね、少なかったりして、特に角瓶とかになると、角瓶の角ハイボールとか結構甘さが結構少ないんで、ニッカだと結構甘いんですけど、そしたら乾杯。甘い。甘いな。パイナップル。まあ、甘味料使ってないから、まあ、いいん。それなりにいいはいいんだけど。それなりにいいはいいんですけど。結構甘い。いや、今日も暑い。結構パイナップルの、まあ、ほとんど、パイナップル、チューハイだな。ハイボールの味は、ほぼしないですね。あれ？なんかいろいろ、ニッカウイスキーの、サイト、ヨイチ、シングルモルトヨイチが、余市と、あと、宮城郷が、9月1日に、新発売、となります。アルコール度数45%、どっちも45%。お、50ml のミニチュアボトルもある。これは、ちょうどいいですね。いいですね。50ml と、180ml と 500ml と 700ml があると。そしてですね、残念なことに、シングルモルト余市の、いわゆるノンエイジと、10年と12年と15年と20年は、全部出荷終了と、販売停止。で、宮城郷も、同じくですね、今まで売ってたやつが、ノンエイジと10年、12年、15年が全部出荷終了となります。まあ、個人的に残念なのは、余市10年がむちゃくちゃ美味しかったんで、ああ、なくなるのか、という感じでしょうか。でもまあ、高いからね、4000円だったんで、まあ、あんまり、ね、飲むことないと思うんですけど、買うことないんですけど。あと、シングルモルトヨイチのヘビリーピーネ、ピーテッドと、シングルモルト宮城郷のシェリーカスクが、9月1日から数量限定販売と。これ多分めちゃくちゃ高いんだろうな。シェリーカスクとか言うと、なんちょかカスクとか言うと、むちゃくちゃ高かったりするんだよ。
ということらしいですよ。で、あとは？あと、スーパーニッカが、9月1日に新発売らしいです。まあ、どちらにしろ9月1日か。結構9月1日が多いですね。スーパーニッカ、今まで売ってたやつが終わるのか。まあ、別に俺スーパーニッカ好きじゃねえからいいんだけど。50ml と 700ml。そんで、あと、水割りの、スーパーニッカ&ウォーターが、250ml の缶と、あと、300ml の、瓶が出るみたいですね。アルコール度数が、スーパーニッカ43度。俺、まだスーパーニッカの復刻版だっけ？そごうスーパーニッカも持ってる、まだ。あるんですけど。ああ、度数的には変わんないみたいですね。まあ、このスーパーニッカも、瓶の 50cc のやつがあるんで、まあ、ちょうどいい。試すにはいいですね。この 50cc とかありがたいわ。めっちゃありがたい。試すにはもう、こんなでかいの買ってらんねえか、700ml とか。本当に マジで買ってらんないんで、もう今もう消費しないといけないんで、まあ結局のところまあ前も言いましたけど、結局、マッサンの、ね、影響で、原酒が追いつかなくなって、結局、それで、終了と。販売が終了したのが、よいちと宮城業がね、残念ながら、販売終了し、で、持って、あと俺の大好きな、ピュアモルトのホワイトも、終了し、あれ？あとまたハイニッカが？え？は、ハイニッカもあれか。9月1日に新発売だって。え？またまずくなるのか、ハイニッカも多分。多分、新発売ってことは多分まずくなる。おそらくまずくなると思うんだよね。9月1日新発売。これはそろっとマジで、ニッカウイスキーがマジで、終わったかもしれない。ニッカウイスキー終了のお知らせが届いたかもしれない。俺の中で。まあでも、まあ、どれもこれもまずいってわけでもないとは思うんですよね。まあ、ブラックニッカディープブレンド最近発売されましたけど、このディープブレンドがもううまいんで、1300円ぐらいでこの味なんで、これを考えると、いや、意外と新発売でもうまくなってる可能性は捨てきれない。ただし、フロムザバレルが、これもなくなったんだよ。フロムザバレルもないんだったっけ？もうなくなったんだっけ？フロムザバレルちゃんも多分なくな、多分販売終了したんかな。マジで俺、フロムザバレル。あれ？フロムザバレル俺、あった気がしたんだけど。あ、あったわ。隠れてた。隠れてたっていうか、あ、隠れてた。フロムザバレルちゃん、まだ隠れてた。なんか買った記憶あんだよなと思ったんで。隠れてました。ほこりかぶってます。あ、よかった。あ、よかった。しかもなんかちょっと、隠れてた。あ、ボンベイサファイアも隠れてた。よかった。あ、ボンサファちゃんもあんじゃん。あ、ボンサファとあと、あ、ズブロッカーもあったわ。あ、よかった。隠れてたわ。あ、ボンサファ、いいな。ボンサファでちょっと今度はあれだ。あれ飲もう。ジントニック飲もう。
とね、こんな感じでね、隠れてるぐらい酒が大量にあるんで、本当にやばいんだよな。まあ別にウイスキーとかは、度数高いから、度数高いやつはいいんだけどね、別に。別に、悪くなんないからいいはいいんだけど。ただ俺の性格からして、消費するよりも買う量の方が多かったりするんで、買うの自重しないといけない。まあ、でもね、うん。しょうがないのかな。まあ、いろいろと、フロムザバレル。フロムザバレルもね、なんか、酒屋の、ネットスーパー、ネットの格安っていうサイトがあるんですけど、そこで、定価価格、定価、笑った。最高賞トロフィー受賞の日華ウイスキー、フロムザバレル、限定300本、抽選予約受付中、定価販売、1882円税込み。だって、なんでお前定価で買うのにお前こんなことやってなかっただろ。どんだけレアなんだよ、フロムザバレル。定価販売、ドヤーみたいな。普通だろ、定価販売って。もう今はあれだけどさ。今多分結局、フロムザバレルなくなるから。ってことなのかな。あれ？なんか、マジでプレミアム化、プレミア化してんだけど。何これ？なんか、焼酎でいう魔王みたいになってんだけど。フロムザバレル。俺普通に、3ヶ月前ぐらいまではもう普通にスーパーで、定価で買ってたんだけどな。どんだけなんだよ。あれ？フロムザバレルはまだ終わんないのか？これ。あれ？でもアマゾンだと3680円っていう定価の2倍するんだけど。あれ？フロムザバレルって、あれ？まだ終わんないのか？あれ終わるって言ってなかった？あれまだ終わんねえのかなこれな。フロムザバレルを通販で安く手に入れる方法なんてサイトもあるんだけど。どんだけだよ。ネットで話題なり、フロムザバレルもいつか終売してしまうのかといった噂も囁かれた。あ、これ一応噂なのかな。あ、終売ではないのか。あ、フロムザバレルは、継続っぽいね。あ、継続っぽいっすね。ん？本当か？本当なのか？え、なくなるの？フロムザバレル、終売説は本当か？いや、多分ね、わかんない。わかんないけど、終売じゃないんだったら今まで通り多分俺は普通に、買えると思う。多分普通にスーパーに売ってるとは思うんですよね。スーパーに、普通に売ってる新潟のスーパーに。
普通に言ってるんで、まあでも、どうなんだろう。普通に売ってるって言っても、このマッサンの影響でもう、売れ筋商品になって、品薄になってるかもしんないね。もう、マッサンなんてマジで死んでくれや、あれ。NHK。マジ、マッサンだから、マジで死ねや、あれ。クソドラマ、マジで。ふざけんなよ。本当に、消費者にとっては全くいいこと一つもないんだけど。マジで。消えろ、マジで。死ね。死んでしまえ。まあでもね、確かに転売中とかも湧く可能性もありますからね。昔、3ヶ月前ぐらいには売ってたけど、もう今売ってる確証はないですからね。もう転売中が全部買い占めて、だって倍で売れるんだから。買ったのと倍で売れるんだからさ。1800円で売ってるやつが、3600円で Amazon で売ってるってことだから、ヤフオクとかでググると多分、普通にもうやべえよ。ヤフオクでちょっと見てみるか。フロムザバレル。ググってみますけど、落札相場を見ますと、3,000円、2,700円。2700円とかですね。うん。とかで売られてるっぽいですね。ああ、1.5 倍ぐらいでは売れるっぽいですね。なるほどね。まあ、俺は確かにやりませんけども。転売、でもまあ、転売中が湧いてしまうと。もうだって希少、日課、フロムザバレルとか書いて、売られてるからね。ヤフオクね。まあ、それだけ、結局、プレミアになるってことは、そんだけやっぱり価格として1800円で買うほどの、まあ実際のところ 500ml しか入ってないわけだから。うん。まあ、実際多分フルボトルで2700円ぐらいの結構高めのお酒なんですよね。ウイスキーなんですよ。2500円か600円ぐらいか。まあそういうことですよね。まあ結局、まずい。その価格帯として見合ってないうまさっていうことなんでしょう。焼酎とかの、プレミアの魔王だって結局あの価格帯、定価ではもう、ありえないほど多分うまかったから多分プレミア化したんでしょうけど、まあ、結局そういうことですよね。プレミアってつくってことはやっぱり、それだけ、人気がある、うまい、ということになる。まあ、そういうことでしょうけど、まあ、言うて転売しても、1800円でそもそも売ってるとこが少ないから、手に入れられて2、3本でしょうね。個人的にフロムザバレル買うんだったら、俺、ピュアモルトホワイト買った方が、まあでも価格としては同じか。うん、ピアモルトホワイト、かな。まあフロムザバレも確かにうまいんだけどね。ピアモルトホワイトの方がちょっと軍配が上がるかなって。俺は、スモーキーなのが好きなんでね。うん。まあフロムザバレル、ピアモルトホワイト。ピュアモルトホワイトもここにあるんですよね。まだ半分ぐらい残ってる。もったいない。もったいないけど飲まないとやっぱりあれだから。まあまあ。まあそこは時代の流れといったところでしょうかね。個人的に一番俺、それよりも俺飲みたいウイスキーが実はあっ
って、もう収賄したんですけど。なんだっけ？1000円ぐらいで売ってたウイスキーで、なんちゃらオークだっけ？ファインオークだっけ？あれなんだっけ？なんとかオークっていう。結構、かっこいい。どこの酒だったっけ？ファインオークだっけ？ファインオークちゃうな。なんだっけ？忘れた。うん。まあいいや。まあどうでもいいわ、もう。うん。1000円ぐらいの、なんちゃらオークっていうやつが。ね。美味しい。でも終売になったって。うん。ちょっと残念ですけど。まあ価格が安くて、手軽に買えて美味しいっていうのは、やっぱりでかいですね。結局、フロムザバレルとかなんて、高いから、ハイボールとかで使えないんですよ。ってことは、必然的にストレートかロックか水割りってなるでしょ。で、ストレートかロックか水割りって、俺あんま飲まない。ハイボールばっかり飲んでるんで。そういう人間からすると、いいなと。1000円ぐらいで買えて、ハイボールに使えて、それで美味しいってなると、いいなーってなる。高いやつはね、どうしてもね、あれなんですよ。じゃあちょっと日課、フロムザバレルさん、ちょっと、いただきますけど。どうだ？転売中ちゃうか。まあ、転売中よ。転売中とかね、マジで。まあいいわ。そんじゃいただきましょう。久々にフロムザバレル。ストレート。この暑さ。今現在30度ですけども。でもね、これ 51.4 度あるんですけど、そんなにね、アルコールのね、51.4 度っていうほどアルコール臭がしないんですよ。最近飲んだのですごいアルコール臭がしたのが、なんだっけ、あれか、サントリーのプレミアム角瓶か。あれ結構、あれし、そんな、味したな。なんかな。結構スモーキー。スモーキー。まあ大体 51.4 度っていう時点で結構レアなウイスキーなんですけど。そういう度数的な意味でも結構レアなんですよ。50度以上のウイスキーってない。ほぼない。あるとしたら、アサヒだっけあれ。キリンか。キリンの、富士山麓。50度のね。富士山麓に比べると、多分、アルコール臭がこっちの方が弱い。富士山6も結構ストレートで飲めなくもないんだけど。あれもそんなにね、50度のくせに、対してアルコール臭しないんだよね。本当にやべえアルコール臭するやつ。別に50度とかないのに、喉がぐわーっと熱くなって、なりますけど、これは別に、フロムザバレルは全然、ショットぐらいだったら、ワンショットぐらいだったら全然、グイッといけますけど、まあもったいないからちょびちょび
ちょびちょび、まあ飲むか、もしくは、ちょっと冷やして、ロックで飲むのが、この暑い夏はやっぱり、ロックで飲んだ方が。美味しいかなと思うんです。4月の3日、今飲んでたの、あれか。レビューしてたのこれだった。コク。甘み。香り。おすすめ度。もうほとんど中杯だね、これ。ほとんどチューハイだね。あれは、ハイボールっていう感じがしない。3、4、4、3です。ご視聴ありがとうございました。